これでカブタックスーパーモードになります。これでクワジーロスーパーモードになります。これでぶっ飛びカブタックになります。こんにちは、スタルケルです。今回の動画からね、この海外字幕つけられますので、ここら辺のね、あの字幕ボタンから、やってみてください。ということで今回レビューするのはこちらです。 B ロボカブタックより1カブタック2クワジーロ、そして6テントリナ&トビマスカイです。それでは見ていきましょう。ということで来ました。もうめちゃくちゃ大好きなおもちゃなんですけれども、こうやって喋ってレビューする動画出してなかったので、カブタックで。なので、はい、今回からやっていきます。ということでね。まず、こちら、カブタックですね。1、カブタック。はい、こんな感じになってます。箱。で、次、2、クワジーロです。はい、こんな感じになってます。はい。で、次、3、4、5飛ばしてますけど、なんでかっていうと、はい、こちら。これ3なんですけど、コブランダーですね。はい。3、4、5が、コブランダー、スパイドン、ガニランなんですけれども、まあ、これはね、3人チームで、もう、正義と敵みたいな、悪みたいな感じなので、ちょっと分けてます。はい。ということで、6、こちら、テントリーナ&トビマスカイですね。こんな感じになっております。まあ、ということでね、早速、開けていきましょう。中身を取り出すとこのような感じになっております。カブタックとクワジーロとテントリーナとトビマスカイ、そして武器が入っております。で、このカブタックね、知らない方のために説明しますと、メタルヒーローシリーズ第15作目 B ファイターカブトっていうのがあったんですけど、それの次の年、1997年に放送開始されました。で、カブタックを、あれね、メタルヒーローシリーズに含めるかどうかっていうのはちょっとまたね、意見が分かれるところなんですけれども、それは置いといて、で、このストーリーのあらすじとしましては、謎の物体スターピースを発見した、高円寺虎彦博士、が、そのスターピースを探索するために B ロボを開発して、姿を消して、で、その孫である、虎彦博士の孫である高円寺ゆずるに、カブタックを送りつけて、で、一緒にあのスターピース探しといてねって言ったっていう、始まりでした。はい。まあ、ということで、早速、一個ずつね、見ていきましょう。まずは、こちら、カブタックです。で、スターピースって何なのかっていうと、はい。こちら。これがスターピースです。こういう、なんかスターピースみたいなシールみたいなのがあって、で、それがトラックに貼られたらトラックが暴走したりとかっていうことになるんですよ。で、そのトラック止めてスターピース剥がして、っていうね。で、集めていくって話なんですけれども、そのスターピース結構偽物、スターピースもどきっていうのがあって、もどきは、その、取った瞬間に砂になっちゃうんですよね。でも本物のスターピースは願いが一つ叶うっていう。で、このゆずるくんとカブタックはもうどうでもいいことにその願い使っちゃうっていうね、はい、感じなんですけれども、はい、こちらが高円寺虎彦博士がもう一発目に作った B ロボカブタックになります。こんな感じになっております。モチーフはカブトムシですね。はい、こんな感じになってるんですけれども、その B ロボって何の略なのかっていうと、バイオエレメンタリーエレクトロニック&トランスフォームロコモティブエキシビションシステムドロボット、略して B ロボっていう、ね、感じになっております。はい。いや、でね、こうカブタック語尾、言葉の語尾にカブってつけるんですよ。なんとかカブーって、僕カブタックカブーみたいな感じで言うんですよね。で、ゆずるくん小学生みたいな感じで、で、こういう、友情コマンダーっていうのを持ってて、その、一緒にね、博士が送ってきたんですけど、その、ゆずるくんが友情コマンダーを持って、この、友情パワーが、なんか多くなると、カブタックが、スーパーモード、今、ノーマルモードなんですけれども、スーパーモードに変形できるっていう流れになってます。はい。で、ちょっと変形させていきましょう。それでは、いきます。この変形がね、当時めちゃくちゃ衝撃的でした、僕は。はい。頭を外します。で、こう、腕を上に上げます、こうやって。はい。ちょっと、こうやって。で、
こんな感じでね、上に上げて、で、こうやって側転するんですよ。で、側転すると、ここが勝手に降りる。ほら。ここが勝手に降りて顔が隠れるんですよ。この変形方法がもう当時、もう大衝撃を受けましたね。僕あのビデオ借りてめちゃくちゃ見てました。カブタックに関して。はい。で、腕を、はい、下ろしてあげて、ここ伸ばすと。はい。で、反対側も腕を下ろして、伸ばすと。で、後ろパカッと開いて、頭を出してあげれば、これで、カブタック、スーパーモードになります。このさ、可愛かった、このね、カブタックからこうめちゃくちゃかっこいいこうロボットになるっていう、これがね、当時本当に、大好きでしたね。その可愛いのからのかっこいいっていうね。やっぱ世代ごとにいろいろあるじゃないですか。ガラットとか、あとマイク・サウンダース13世とか、あとまあ SD ガンダムでもいろいろね、大鋼とかありましたし、カブタック、ロボタックもそうだし、最近でもないけどエグゼイドとかもね、そうだったと思うんですけど、僕の最初の可愛いかっこいい変形はこのカブタックだったんですよね。なのでめちゃくちゃ思い入れがあります。で、この外したこの頭どうなるかっていうと、劇中だとこれがギョイーンってなって、このビリットスティックっていう武器に変形じゃないな、本当にギョイーンって空間が歪んでこう変化してたっていう感じなんですよね。で、これであの敵にこうビッってやって、もう本当にスタンガンみたいな感じでビビってやって。相手にねやるっていう結構物騒な武器でしたね。はい。で、あれなんですよね、 B ロボ1号機なんですよね、カブタックって。で、やっぱ一番最初なんで性能的にちょっと古いんですよね。なのでスーパーモード3分っていう縛りがあります。で、さらに友情コマンダーを使わないとこうスーパーモードになれないっていう縛りもあるんですよね。はい。ということで、それがどう変わっていくのか、次 B ロボ2号機いきましょう。はい、クワジーロになります。はい、こんな感じになってます。クワジーロは吉祥寺クラノスケくんっていう、まあ、これも小学校、ゆずるくんと同じ小学校の、なんかめっちゃすごい文武両道のスポーツも勉強もできるみたいな子に拾われて、でそこでその吉祥寺工務店っていうね、あのでっかいもう会社があるんですけど、そこの大工として大工仕事をこうやらせてもらってるっていう、その恩返しとして、うん、っていうキャラでした。で、ゴアスとかっていう、なんかすごい渋い喋り方をしてましたね。はい、かわいい。これはミヤマクワガタタイプですね、モチーフは。はい、ということでクワジーロもこういうゆずるくんが持ってるこの友情コマンダーと同じように、あのクラノスケくんが友情コマンダーを持ってて、それで、あの、スーパーモードに変形できます。それではやっていきましょう。まずは、ここを隠す。これで可愛かった目が隠れるっていう。面白いね。はい。で、ここ開きます。横。開いて、で、ここの、腕の部分を上に、はい、持ってくると顔が出てくると。はい。そして、はい、ここを、伸ばしてあげれば、これでクワジーロスーパーモードになります。この変形も面白いですよね。スライドさせて、この足のね、長さはね特に変わってないんですけど、こうわかるかな、こうやることによってなんかいろいろとこう伸ばすことによって頭身が変わるっていう、このギミックね、めちゃくちゃ面白いですよね。ちょっと今腕縮んじゃったけど、はい。で、クワジーロも武器がありまして、こちら、ハサミックカッターですね。はい、こんな感じで、こう開きます。まあ、これで、まあ、攻撃したりとかっていう感じですね。はい。で、クワジーロは、ちょっとスーパーモードの時間が伸びてるんですよ。この、やっぱ2号機だから、うん。2体目。うん。B ロボ2体目なので。なので、ちょっと5分っていうね、ちょい伸びしてるんですよ。はい。っていうのが、クワジーロです。そして次、B ロボ3号機が、なんと、こちら、飛びます回なんですよね。
こんなチンチクリンのやつがまさか3号機だとは思ってなかったんですよ。みんなが本当にみんなが絶対違うだろうと思ってたんですよ。なんですけれども、実はトビマスカイが3号機でしたっていう感じで、トビマスカイはね、なんかすんごいこう生意気なキャラでしたね。なんか最初こうカブタックとちょっと言い争ってて、 なんだお前みたいな、いやこっちこそ なんだよみたいなちょっと よくわかんないこの喧嘩みたいなのして、でこのテントリーナが、いやでもさみたいな、こうカブタックもずっとちょっと力を貸してあげてって言って、じゃあね、なんか僕になんかチューしてよみたいなこと言うんですよ確か。それで、うん、カブタックにいやいやちょっと力を貸してあげるっていう感じになってます。はい、っていうトビマスカイです。うん、可愛いんですけどね、うん、見た目は。でこの T って書いてます、トビマスカイの T。 はい、まあ、ということで、これも今ノーマルモードなんですけれども、スーパーモードにできるのでやっていきましょう。まずはここ、腕をこうちょっと縮ませます。この腕をこうやって縮ませて畳む。はい、でここの足、これを横にずらす。で頭を前に向けてカチャッとくっつける。ここぴったりはまるのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。ほらここが、はい、で横の翼を開いてあげれば、これで飛びますかいスーパーモードになります。はい、であれなんですよ、なんで、まあ、飛びますかいが力を貸すことになったかっていうと、このカブタックの弱点をね、このコブランダーがね、探っていて、いや、このカブタックの弱点はジャンプ力がないことだっていうことを気づいて、で、バスケの勝負を挑むんですよ。毎回何かしら相撲を取ったりとか勝負するんですけど、その回はバスケで、で、カブタックのジャンプ力低いから、コブランダーたちがもう、点を決めまくるわけですよ。コブランダー、スパイドン、ガニランたちがね、うん、この3人でも、で、負けそうだって時に、このトビマスカイが、現れて合体だって言ってこう合体するんですよ、ここに。はい、でガシャッとね合体して、でこれおもちゃだとこちら、このかかとパーツを取り付けることによって、後ろに倒れなくするっていう工夫があります。はい、こんな感じ。これはおもちゃオリジナルですね、かかとパーツは。これでぶっ飛びカブタックになります。でこの後ろに飛びますかいつけて、もうめちゃくちゃこう体育館突き破って空まで飛んでって、そこからこうプッと降りてきて、でダンクするっていう、もう反則行為をするんですけど、全くもうおとがめなしで、ね、はい、でまあ強すぎるあまり、あんま飛びますかいの出番がね、なくなるっていう、うん、もう出しすぎると絶対カブタかかっちゃうから、うん、全然出番ないんですけれども、はい、っていうこういう合体ができます。いいですよね、やっぱカブタックって1号機だから、他の B ロボどんどん2号機3号機4号機って出るんですけど、それよりもやっぱ弱いんですよ。なのでその博士が、まあ、弱いから、弱いけどカブタック1号機一番最初に作ったやつだから、ちょっとねもうやっぱ思い入れがあるわけですよ。だからちょっと強くしてあげようってことで、こういういろんなこうカブタック強化アイテムがねあるわけですけれども、でさらに今スーパーモードで合体させましたけれども、これなんと、さっきのノーマルモードでも合体ねさせることができるので、やっていきましょう。あ、でそうだ、このノーマルモードで使うこのかかとパーツをこうやって武器にねすることもできます。これも玩具オリジナルですね。はい、こんな感じでできます。はい、じゃあちょっともう一回戻していきましょう。ここ開いて、でここに頭をしまって閉じると、でこうやってね、はい、こうやって側転をさせて、でこのように、これね、今新品をね、調達したんですよ。なんでかっていうと、このカブタックね、もう経年劣化で、もうここ足ゆるゆるになって、もう立てないぐらいまでなってくるので、うん。なので、ちょっと新しいものをね、買いました。はい。で、こうやって、上げて、そし
て、で、また最後、これですね。兜と被せてあげれば、はい。これでカブタックノーマルモードになるんですけれども、ここでさっきのロボットモードの拳に、このかかとパーツを、こう入れてあげます。こんな感じですね。はい。こうやって差し込んであげて、で、ここ、さっきと同じ、この、部分を使って、こうやってやってあげれば、はい。ノーマルモードでも飛びますかよ。こうやってね、取り付けることができます。はい。もうこの背中はね、一緒ですからね、こう、ね、上下反転してますけれども。なので、付けられるって、これいいですよね。はい。これが飛びますかいです。そして、最後、行きましょう。こちら。テントリーナです。はい。テントリーナ、ね、皆さん、この流れで行くと、あ、Bロボ4号機かなって、思うかもしれないんですけど、Bロボ4号機は、こちら、コブランダーです。うん、確かね。はい。で、じゃあテントリーナは、Bロボ何号機なのかっていうと、Bロボ10号機になります。最後の Bロボだったかな ?10 で確か。で、テントリーナは、これ、フィギュアはこれ、今までカブタックとかクワジーロとか飛びますか変形したと思うんですけど、テントリーナは変形しません。これ常にスーパーモードなんですよ。これにも実は深い理由があって、テントリーナ第10号機って言ったと思うんですけど、9号機が何なのかっていうと、こちら、シャークラーなんですよね。この、シャークラーがもうほんと戦闘に特化した最強のビールを作ろうってことで博士作ったんですけど、もう暴走しちゃって、もう強すぎて、で、もう手がつけられないってことで、もう、こういう強いビーロボを作るのをやめようってことで、この何の戦闘能力も持たないビーロボを作ったっていうのがテントリーナなんですよね。はい。で、常にスーパーモードなので、もうエネルギーの消費がすごいらしいんですよ。なので、もう食費、もう大食いして、もう食費がすごいということで、テントリーナはいつもバイトしてます。はい。なんかちょっと言えないようなバイトもね、してるんですけど。たまにね、巫女さんになったりとか、なんか、ね、飲食店いたりとかっていう、いろんなバイトをしてますね。はい。まあ、ということで。これは普通にこう、いろいろ稼働させて、楽しむっていう感じです。こんな感じでいろいろ動いたりします。こう頭動いたりとか。はい。で、これですね。はい、この、武器を持たせて、これ、リーナーステッキですね、これ。はい。ここの、腕に持たせて、本当はここピンクなんですけど、はい、こうやってこれで戦うことができます。割とね、その戦闘能力ないにしても割と戦えますね、うん、そこまで強いってわけでもないんですけど、ちゃんと戦えます。はい。で、これ、あ、そうだ、一応テントウムシですね。モチーフはテントウムシになっております。ここ T って書いてますね、ベルトのところに。で、ここ、この水玉模様がね、テントウムシっぽいですね。はい。で、一応これ、外れますね。うん。おもちゃの、あれで、はい。こんな感じになってます。はい。いや、まあ、当時はね、このおもちゃで、このテントリーナ変形しないから、いらんだろうって思ってたんですけど、やっぱり、欲しくなりますよね。こうやって、みんなを並べたくなるからね。こうやって。だいたい、もうこの、まあ、3人、最初はこの3人で。こうずっとね、はい、いて、で、途中から飛びますかいが入ってくるみたいな感じのストーリーになってます。はい。まっていう感じですかね。はい。こんな感じで、まあね、変則的に1、2、で、6っていうね、順番で紹介しましたけれども、はい、この4人が結構仲間というか、まあ、グループでね、いつも行動してたんでね、はい、紹介しました。いや、ほんとね、カブタックはね、もう自分の中でめちゃくちゃ本当に好きな、ね、作品なので、ね、知らない人がいたらちょっと、よかったらなんかいろいろ調べてみてください。TTFC、東映特撮ファンクラブに入ると見れるんでね、はい、見てみてください。気になった方は。はい。まあ、ということで、中国だと今なお大人気ですからね、新商品とかも出たりして、そういうおもちゃもね、僕紹介してますので、よかったら見てみてください。
ということで、今回の動画以上になります。次回はこちら、このね、コブランダーたちのこの3人組ね、はい、を紹介したいと思いますので、楽しみにしていてください。ということで、今回の動画いいなと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価、 X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。